大山信代は、日本の女優、声優、歌手、脚本家、エッセイスト、タレント。本名、山下仙台。旧姓、大山。夫はタレントで、お母さんと一緒初代体操のお兄さんの砂川、は、ケスケ。アクターズセブン所属。テレビ朝日版、ドラえもんにて、ドラえもんの声を26年担当したことで有名。2016年に口絶する病気により、 芸能活動を事実上終了した。東京府東京市渋谷区出身。渋谷区立広中学校、東京都立三田高等学校卒業。子供の頃に特徴的な声が原因でいじめを受けて、引っ込み事案になっていたところに、母が黙ってばかりでは弱くなるからどんどん声を出して、聞き取りやすい声の出し方や話し方を覚えるようにと言われる。中学で応援部に入ろうとするも、 女性を理由に断られ、放送研究部に入って、アナウンスをやったり、ラジオドラマを作って流したりしていた。周りからは、担任教師に辞めるように言われたが1ヶ月経つと何も言われなくなり、演劇部に誘われて、初舞台でシンデレラのママ母役を演じた。高等学校2年生の時に、母親が子宮がんにより42歳で死去。高校では、 演劇部と水泳部に入部するも母の入院で、すぐに退部し、母の死後は、独身で子供もいない中、手に職をつけるために、演劇の道に進む。1956年、NHK ドラマ、この瞳で、俳優座養成所、第7期生の藤真奈美と共にデビュー。当時から藤とはとても仲が良く、4年半ほど、同居していた。その後、東京プロ、劇団でく、 青にプロダクションに所属していた。声主はあると。声優業は1957年、名剣、ラッシーの吹き替えで、デビュー、1965年、ハッスルパンチにて初主演。後に代表作となる、ドラえもん以前では、ハリスの旋風の石田国松役や、無敵超人山ボットさんの神勝平役のように、ハスキー性でやんちゃな喋り方をする演技が、特徴的で、 校舎では主にアドリブでベラン・名調の喋りも多用した。ドラえもんのドラえもん役は本人により丁寧な演技が心がけられ、以前のような荒々しい演技は影を潜め、長年の放送期間を経て徐々に低音でゆったりと喋る演技に変化していった。ドラえもん交番後は性質の変化もあり、弾丸論パシリーズのモノクマ役やゼウシ君でのミノフトシ役など、 ドラえもん時代の演技に比べ、ハイテンションで高く張りのある声が特徴的だった。代表作である、ドラえもんのドラえもんの声は1979年4月から2005年3月まで26年間担当した。大さんがドラえもんを演じた作品は、アニメ版2作目で、第1作にて、富田光生を継いだ、野沢雅子の公認にあたる。番組リニューアルにより、 2005年3月18日放送分のドラえもんオールキャラクター夢の大集合スペシャル。2005年3月25日放送の映画ドラえもんのび太のワンニャン時空伝をもってドラえもん役を勇退した。タイさんが声優の仕事を休業していた時にドラえもんの出演オファーを受けコミックスを読んで 表面的には子供向けの漫画になっているが、大人でも読んでも面白い SF だと感じ、一晩で15冊読み終えて引き受けることにしたという。2001年に直腸がんが発見され、手術で除去した際に悪性であることが判明した。その際に長期入院が必要となり、すべての取材と出演の仕事をセーブした。しかし、子供たちに夢をどうしても与えたいという強い思いから、 ドラえもんのアフレコの仕事のみ、一切休まなかった。体調の様子を見ながら、退院までの間アフレコに必要な機材を、病院内に持ち込んだ上で、スタッフに見守られながら、病室で収録に挑み、いつも通りのドラえもんの声を演じ切った。また、この入院を機に大戦は、ドラえもんの声優の交番を申し入れたが、長年支えてきたスタッフの移住やドラえもんという、 ブランドの多大なる影響もあって2001年度すぐの降板はならず、長期的に話し合いを行った結果、最終的には2005年3月に他のキャストらと共に降板となった。2005年3月に放送ウーマン賞を受賞する。2006年11月の第11回アニメーション神戸では、その功績が称えられ、オリジナルレギュラーンと共に特別賞を受賞。 そして翌2007年3月にも東京国際アニメフェア2007より第3回功労賞を受賞。同年4月には音響芸術専門学校の校長に就任し、直接学生の指導に当たったアニメ歌手としても活躍。1980年には EP ドラえもん温度など大賛が歌ったドラえもん関連のレコード売り上げが100万枚を突破し、 日本コロンビアのゴールドディスクを受賞した。料理研究家としても活動し、著書に、大山信世の面白趣向、おかずのアイデア180、大山信世の毎日のおかずなどがある。中でも、大山信世の面白趣向は136万部のミリオンセラーを記録した。2000年代後半以降は、公演やタレントとしてのテレビラジオ出演を中心に活動。元祖。 デブやなどのナレーション活動にて、声優としての活動も続けた。2006年5月に26年間のドラえもん声優時代を記した自伝エッセイ、僕、ドラえもんでした。涙と笑いの26年打ち明け話を上司した。2008年4月24日に音響芸術専門学校の校長室で授業準備中に心筋梗塞と脳梗塞を併発して、 緊急入院したが、投薬治療を行い、同年8月17日に退院。自宅療養とリハビリにより、日常生活の不安はないまでに回復し、活動を再開した。しかし、その後も引き続き隠しテレビや、ラジオ番組のゲスト出演、講演活動、雑誌、ネット、新聞各社取材、そして、音芸での指導と活躍。多忙、激務が続いたことによる、 体調不良を理由に、2010年頃より、徐々にではあるが仕事をセーブし、2013年に、音響芸術専門学校の校長を退任した。2010年、PSP 用ゲームソフト、弾丸論破希望の学園と絶望の高校生の、モノクマ役で、ドラえもん降板以来5年ぶりに、声優復帰。さらに2012年発売の、スーパー弾丸論破にさよなら絶望学園にも、 モノクマ役で引き続き出演。2013年では、テレビアニメ化、弾丸論破希望の学園と絶望の高校生座、アニメーションにも出演。テレビアニメへの出演は、ドラえもん交番以来であると同時に、深夜テレビアニメ作品もこれが、デビュー作となった。2012年秋に、アルツハイマー型認知症との診断を受ける。 このことはしばらく内密にされたが、2015年5月13日、TBS ラジオ、大沢優里の悠々、バイドにゲスト出演した夫の砂川圭介により、認知症を発症し、闘病中であることが明らかにされた。長らく1936年10月16日生まれとしていたが、2015年5月15日、東京都内で記者会見した砂川によると、 大山信代は1933年10月16日生まれで認知症公表の時点で81歳だった。また、アニメ声優を担当した作品としては2014年から2015年にかけて第1編2シーズン合わせて計1 7話、全能によって制作されたウェブアニメお肉大好き。ゼウシ君が公式に認知症を公表した時点では最後である。以後、 新しい作品は担当していないが、そのゼウシの時点ではすでに認知症を発症していたにも、かかわらず、初期のドラえもんにおけるサブタイトル画面の声を彷彿とさせるサブタイトルの声を披露している。認知症発症当初は、砂川、夫妻のマネージャーの小林明子、火星フラによる在宅介護を受けていたが、砂川の尿管癌治療に伴い、2016年4月より、 老人ホームに入所している。弾丸論破のモノクマ役も降板し、舞台版からタラコに受け継がれた。砂川は2017年5月に入院。退院4日後の6月13日、脳梗塞で意識を失い救急搬送され、再入院。2017年7月11日早朝、容体が急変し死去した。大戦は、 小林マネージャーに連れられ入院中の砂川を何度か見舞っていたが、大戦、小林マネージャーともに砂川の臨終には立ち会えなかった。大戦は数日後、葬儀所で棺の中の砂川と対面。退散がもしとなったが、通夜と葬儀には出席しなかった。砂川は入院後、小林マネージャーに工事を託しており、大戦は今後も引き続き老人ホームで過ごす。 その後、老人ホームには小林マネージャーが通って大仙の面倒を見ている。小林マネージャーは文芸春秋2017年9月号に夫妻の闘病や介護に関する手記、大山信夫は夫の棺に涙ぐんだを寄稿した。大仙の認知症は進行しているが健康状態はよく体調も回復。合唱などの活動に取り組みたの入所者との交流を楽しんでいる。 アルカノイド大戦が所有していた筐体その他の趣味など、大戦はドラえもんを演ずるにあたって、ロボットという感覚ではなく、ドジでおっちょこちょいだが憎めないイメージできちんとした喋り口にしようと考えていた。結果、大戦の演技は視聴者に広く受け入れられた。ドラえもんの特徴的な声はほぼ地声であるが、若い頃は自分の声に対してかなり思い悩んでいたといい、結果的にはその声が、 ドラえもん役につながることになった。また原作者の藤子、海、藤尾に初めて対面したとき、ドラえもんの声、いかがでしょうかと恐る恐る聞いてみると、第1話を見ましたが、ドラえもんはああいう声をしてたんですねと言われたという。この声のコンプレックスを克服したエピソードは、小学校の道徳の資料にも取り上げられた。一時期、アニメの蘇生乱像により、 自分の好みではない作品が増えたことで、声優業から遠ざかっていたが大山が主演を務めたハリスの旋風で、録音監督だった浦上康夫から、ドラえもんの声をやらないかと誘われ、見せられたパイロット版は、絵が綺麗で細かく主人公を、こいつ、可愛いなと思ったことで引き受け、当時16巻まで出ていた単行本を買って、一晩で読んだ。こんにちは。 僕ドラえもんですの自己紹介や、ドラえもんの歌のサビ突入直前のセリフ、はい。タケコプター、それ、突撃、ふふふふふ、どこでもドア、伸びたが道具でいたずらしすぎて、帰り家になった際に言う、僕知らないなどのセリフ、次回予告の際の、楽しみに待っててねえは、大戦のアドリブである。原作初期のドラえもんは、かなり画雑で、ぶっきらぼうな口調が多いが、大戦は、 子供が見るものだから悪い言葉は使わないようにしようという配慮をしていた。またドラえもんの一人称が俺だった場合も少なからずあり、ドラえもんはいつでも伸びたを見守っているお母さんのような存在だし、未来から来た子守用猫型ロボットなんだから乱暴な言葉は最初からインプットされていないはずと思ったため、一人称を僕にするとともに助動詞をでスに、 それぞれ統一した。ドラえもんを演じていた頃、ファンの子供が、スタジオに遊びに来た際は、忙しい時間を割いて、写真を撮ったり、サインをするなどの気配りをしていたが、たびたび、ドラえもんいますかと、電話がかかってきて困った時期もあった。自宅には、家中に、ドラえもんボックスという箱に入れて、ドラえもんグッズが揃っており、1999年に、 徹子の部屋に出演した際は、毎朝自分の声のドラえもん目覚まし時計で起床していると語っていた。お腹の部分に時計がついたドラえもんの金のブローチをつけていたこともある。ただし、目覚まし時計は、交番後にドラえもんの卒業を理由にオークションに出している。アニメ化される以前に P プロダクションにより実写版ドラえもんが企画されており、結局制作されなかったが、 その際に同プロダクションが大さんが主演のアニメーション、ハリスの旋風を制作していたため、その流れでドラえもん役の候補に上がっていた。ドラえもん交番の際のインタビューに対し、ドラえもんはいつも私の中にいます。もちろん、新しいドラえもんも見ますよと笑顔で語っていた。何らかの形で、毎年のようにテレビ番組、ラジオ番組で、 ドラえもんの声を披露することが恒例だったものの、戦術の闘病もあり、ドラえもん自体への公な関与としては2015年2月に神保町シアタービルで開催された、ドラえもん映画祭2015においての手紙での形が、現時点では最後。大戦の持ち役を引き継いだ人物は、以下の通り、NHK 日本テレビ系 TBS 系フジテレビ系。 テレビ朝日系テレビ東京系その他太字はメインキャラクター。映画ドラマテレビ番組アニメほか多数ドラえもんの声で出演は2005年4月にドラえもん交番によるもの。ありがとうございます。